ウンターティンガウは、ドイツ連邦共和国バイエルン州シュバーベン行政、関区のオストアルゴイ軍に属す市場町で、ウンターティンガウ行政共同体の本部所在地である。ウンターティンガウは、アルゴイ地方に位置し、町内をキルナハ川が流れる。この町は、公式には21の地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。 ウンターティンガウは1456年にケンプテン、修道院公領の村落裁判所の所在地となった。ウンターティンガウは1485年に諸権利と共に市場開催権を獲得した。1803年の帝国代表社会議主要決議によってこの町はバイエルン領となった。バイエルンの行政改革に伴う1818 18年の市町村礼によって、 現在の自治体が成立した。1978年にラインハルズリートとオーバーティンガウが市場長のウンターティンガウに合併した。町長はベルンハルトドルプである。ズンガラ、青地に斜め十字に交差する二輪のケーシの花。緑の茎にはそれぞれ葉がついている。この町のカトリック信者は、 ウンターティンガウとラインハルツリートの住民は聖ニコラウス教区、オーバーティンガウの住民は聖シュテファン教区に属す。ウンターティンガウの聖ニコラウス教区はクラフティスリートも包含している。ウンターティンガウ及びラインハルツリートのプロテスタントルター派の信者はオーバーギュンツブルク、ギュンツ派、ロンスベルク、ウントラスリート、クラフティスリートに約1350人の信者を要する。 オーバー・ギュンツブルク教会組織に属す。オーバー・ティンガウの信者は、マルクト・オーバードルフ教会組織に属す。この他に、他のキリスト教グループやイスラム教信者もいる。聖シュテファン巡礼協会庁内の特筆すべき、見どころは、ウンターティンガウ城と聖シュテファン巡礼協会である。上官には、現在町役場や、町立、協会立の図書館、様々な教会が入居している。 ウンターティンガウの聖ニコラウス教区教会や町内に数多く点在する礼拝堂にも見どころはある。周辺には城塞や中世建造物の遺跡がある。ありがとうございます。